ッド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 ッかな。はい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 、皆さんこんにちは。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 どうもどうもどうも。あ、いた。いました。今日は大津からお送りしたいと思います。思います。うっすー。あ、まだお家か。まだお家。じゃあ今日もゆっくりできますね。なんて言うの？風呂入りたいですね。え？風呂入りたくなりました。俺もすごく風呂が入りたい。わかります。すんごく風呂入りたい。妻はお風呂入ってからライブやってるんだけど、今日はちょっと時間的に無理だったので。もうあ今日は珍しく佐藤龍我くんはね、お眠の時間です。え、髪の毛めちゃくちゃ、なんか自分でやった？メイクさん？そう、今日仕事でそのまま。おいいなぁ。これはもうさっき寝癖を直してガーッ、なんか変な髪型になっちゃって。うん、俺も普段はね寝癖ですから。でも髪の毛直すめんどくさいからね。もうパーマかけたいなって思っちゃう。おお、あ、そうだね。龍がサラサラだもんね。ストレートか。そう、もうがっつりストレートだから。だからあれ、風呂上がって乾かしたらこうなってるかもしんないでしょ。うん、パーマね、かけるとね。かけたことある？ない。俺ね、なんかちょい癖毛なんだよね。あ、そうなんだ。寝起きとかだから、うねうねしてる。あの湿気とか。あ、そうなの？雨の日、やばいよ。俺だって、俺だってじゃないわ。19とかの時にかけてたよ、パーマ。ん？あ、もう自由な時。そう、もう自由で、まだこのお仕事やってない頃だったから、かけてた。めっちゃ声途切れ途切れだよ。え、ほんと？うん。なんでだろう。今は？今は大丈夫。ほら、なんか聞こえづらい。聞こえづらい。マイクかぶっけて、かぶせてないけども。なんで？でもここをどかすと、どうなんやろ？見える？まあ大丈夫、今はまだ大丈夫。まあ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 耐えやね。なんかちょっと頭切れちゃうんだよな、ここ。そう、もう切れてるから。まあいいか。ちょっとじゃあこれで押さえとこよ。そうですよ、皆さん聞いてください。僕のねイベントにですね、翔くんが出てくれることになりまして。イエーイ。
ありがとうございます。いやいや、こちらこそ貴重なイベント呼んでいただいてありがとうございます。精一杯。レイ君とかもね、来てくれたら嬉しいんですけどね。え、もうイベントの告知みたいなのはしてあるの？インスタでした？ほんと、ついさっき20時にされた。あ、ほんと？あれ、俺見てないか。おかしい。あ、まだ見てない。おかしい。おかしい。わかんないけど、インスタ、ないっけ。え？ユーザーの、ポンってのっけるやつ。何やったっけな。なんや。のみたいなやつ？え、違う違う。あ、みたいな感じでさ、インスタ、リュウガが乗っけたやつを俺も乗っけれるやん。あれ、え、そうなの？あれ、俺やるはずないけどな、リュウガのやつ見てたら。あ、違う。まあ、ツイッター、X か。おん、そう、X で。もう持ってようかな。うん。Wi-Fi？ Wi-Fi 切ってる？ユガ。俺は Wi-Fi。まあいいか。この家 Wi-Fi じゃないと電波ちょっと悪い。うん。そうだ、メンション。共有。そう、共有してたんだけどな。あ、そんなんできるんだよ。てか、それ行く。音ダメ。え、なんで俺と、俺やると音ダメになるんだろうな。急にだよね、でも。うん。一回切ってみれば。てか、さっき。今ね、Wi-Fi 切った。あ、でもなんかいけそうな気がする。ほんと？うん。画質ちょっと悪くなったけど。でも音はね、切れてない。あ、ほんと？うん、じゃあ、いいかな。プラスね、さっきレイ君が入ってきてたんだけどね、なんか入れません、うん、え？接続悪い？画質死んだ。え？画質死んだよ今。俺、ぼやぼやしてる。うん、ぼやぼやしてる。え、俺も悪いの？え、俺、龍がめっちゃ綺麗に見えてるけどな。あ、俺は大丈夫。ん？どう見えてるんだ、みんなには。自分はめっちゃ綺麗な状態で見えてるんだけどな。あ、でもまあなんかマシになってきたよ。ほんと？うん。さっきレイ君入ってきたのに、俺あれなんだっけ、ライブ招待したのに、うん、参加できませんでしたって出てきた。なんだろう、やっぱり関市、やべ、岐阜県だからかな。いや、悪いって。今、なんかちょっと岐阜県じゃないやつ出てきたけど大丈夫そう？ま、山に囲まれてるから、あれなのかな。え、いいじゃん。いいじゃん、最高やん、そんな。やべ。画質直ったって。画質直った。ってとこ。レイ君、俺のけ、うん？俺の携帯のせいかな。レイ君いない？あ、いないね。いない。消えた。入れなくて進めた。さあさあさあ。6話が終わりましたが、次6話はどうですか、皆さん。良かったんじゃないんですか。どうですかね、6話な。なんかめちゃくちゃ告白されてたね、リュウが。リュウがめちゃくちゃ告白する。俺そのシーン見てないからな、見たかったな。あれ生で、うん、楽しかったよ、ね、あんなに、うん、あんなに何、同じ日に同じ人に
うん、あんな感じで告白されるなんてないやん。ないね。いや、あんな感じの告白なくない？だって。ないし、しかもなんか吉田だけじゃなくてさ、うん、めっちゃなんか、キャーキャー言われてるシーンもあったじゃん。女の子にめちゃくちゃさ、あの、応援してますみたいな。ああ。だよね。めっちゃいいやんとか思いながら見てたわ。いやね、あの、ああいうシーン、普通に素直に照れるよね。照れるよね。いいなーって思いながら俺は見てたよ。ね、俺、その時、あれだから、あの、野菜とかいろいろ持ってこうやって、お買い物の帰りしてる時。そう。中学生。高校生。なんだっけ、取材とかさ、やったじゃん、一緒に、二人で。うん。取材で、翔が演じる夏川どうですかみたいな質問に対して、うん、そのなんか、うん、久しぶりに夏川と二人での芝居があったときに、うん、あ、夏川がいたら、やっぱ和人はこうやってなるんだなって演じてて、自然に なりましたみたいなの確か答えたんよ。うん、見てた、言ってた。そう、うん。そのシーンがあれだからね、あの、高校生時代の。あ、すれ、久しぶりに会った時のね。そう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 。ほんとさ、そうだね、その人とかいなかった、あ、撮影違ってたもんね、日にち。そう、毎日一緒だったからさ、うん。2日ぐらいポンって、翔くんと会わない日があったから。うん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 。それだよね。そのシーンですよ。あのシーンは本当に懐かしく、すごい覚えてる。違う。レイくん違う。あ、ちょ、お疲れのようですね。あ、僕の塩が出てきて。はい、お疲れ？お疲れ。あ、お疲れ様です。こんばんは。お疲れ様です。どちら様でいらっしゃいますか？なんでこの二人とも近いの？あのね、ドライアイがひどすぎちゃって。あら。外して、それはやりすぎなのよ。わかる？あの、機械とかじゃないから、もう目を映してるだけじゃない。インスタライブで。わかる？あー、もう近いとかじゃない、もう何かを映そうとしてる、瞳の中の何かを。あ、やってんのか。やってんのかじゃないのよ、冷静にコメントしないで。そうやって。あ、なるほど。あ、すげえすげえ。この距離だとあれに、ズーム会議みたいやな。いやいや、ズーム会議じゃないです。何人も見てる、ね、インスタライブですから。うん、ね、まつげとか言ってる人いるんですよね。近い、そこまで近くないだろ。その翔くんの近さ、あれじゃない、 TikTok じゃない。で、サイズ感がね、うん、近すぎやん。近すぎますよ。近すぎます、はい、はいはいはい。何の話してたんですか、さっきまで。さっきまで、6話の感想ですね。おー、6話の感想、いいじゃん。どうですか、6話。まあ、パンツ覚えてね。パンツ。パンツだよね。もうすべて、パンツにすべてがこもってるから、ね。いや、そうや。レイ君はちなみに、何年ぶりに制服着ました、うん、?10 年だよ、10年アホじゃねえよ。パンツ聞いてんじゃねえよ、アホじゃねえよ。なんか、着なかったの。いやいや、まあ、あんまなかったけど気がするけどね。あ、そう。うん。あの、翔ちゃん、そのガチなリアクションやめてくんない？本当に。おーみたいな。あ、そう、みたいな。あ、そこさんなんだ、みたいなさ、やめてくんない？ちょっとはさ、こう、いや、よかったっすよ、みたいな、あってもいいんじゃないの？こう。あ、そうか。高校生で最後ですもんね、制服。いや、そうですよ。そうか。うん。何？そうかって。だと、なんか、あの、てっきり僕、MV とか、うん。で、なんか、制服の、あり、結構あるイメージがあったので。
ああ、ないないない。着ないですよ。あの、はるか昔に、あの、エビッシュという、あのワインオンリーの前の、あのグループで、あの、一回来たっきりです。マイフレンドで。そうか、そうか。ああ、やめてこんな二人してガチリアクションする。でも、マジで違和感ないよ。いや、いやいや、もう27ですからね。だって俺、自分で27歳の時に制服着ろって言われたら、ちなみにどんなんすかって聞くもん。俺はあの躊躇なく来たけどね。躊躇なく来まして私は。全然笑ってないでその笑いは。この笑いは全然笑ってないんだよ。いやーみんな。全然。翔ちゃんとかだって龍河ちゃんなんて何歳今？今年で3か。23でしょ。あ、でも5年、どう？制服は。いや、着れるように頑張りたいよね。いやいや、着れてましたけど、その、なんていうの、久しぶりに着てみて。ああ、久しぶりに？思い出した学生の頃とか。いや、でもなんか新鮮だったよ。ブレザー。俺、高校が学ランだったからな。おお。そのブレザーでネクタイ縛るっていうのが。ああ、なかったの？もうなかったから。あ、そう。しょうちゃんは？僕、学ランだったじゃないですか。学ランに関して中学ぶりだったので。あ、そういうこと。なんか、大丈夫？たぶん、レイ君の高校の制服以上に心配をしてましたよ、やっぱり。似合うんかな？あ、なるほど。俺を基準にしないで、俺を基準に。だけど、全然なんか、意外と、うんうん、意外となんか髪の毛とか髪型とか寄せればなんかなんとかなるもんやなみたいな、うん、なるほどね、うん、いいじゃん。でもブレザーとかが良かったですね、正直。ああそう、うん、まあでもなんか高校生感出るよねブレザーってね、うん、それはあるかもね、うんうん、皆さんそうですね、中学学ランで高校ブレザーですよね、うん、ほぼそんな感じする、うん、なんか龍が珍しい、割と高校で学校ほぼほぼ男子校みたいな感じだったから、うん、いいにゃん、男子校いいよね、うん、ノリ楽しそう。いやもうガチだよ。球技祭とか体育祭とかもガチだよ。やばいっしょ。やばい、男の戦いってやばいよね。怪我人出る。全然ガチで面白いんだよな、ほんとに。普通に怪我です、うん、男の悪ノリはマジですごいからね。そうだよ。で、学校がね、学年対抗だったの。1年対2年だったの。1年の時とかもう、勢いでしか行ってなかったね。いいね、いいね。俺は本当男乗りに大好きですよ、そういうの。すごいな。俺、ひのみ大先生いるらしいですよ、ちょっと。ん？ひのみ大先生、却下されたんですけど。マジかよ。ちょっと出てあげてよ。ちょっとね。3分でいいよ、3分で。3分でいいよ。今日じゃなくてもね、最終回ぐらいはちょっと最後4人です。確かに。まあちょっとね、確かに女性1人っていうのもちょっとね、もしかしたらちょっとね、あるかもしれないですけど。エビダンがもう男子校みたいやんだって、確かに。いやまあ、それはそうよ、それはそうよ。あとあれだ。ひなみ大先生、この時間、毎回すっぴんチャンネル。なるほど。それはまずいですね。なるほどね。ひなみ先生本人が良くて、まだ東方芸能さんに怒られちゃうね、これ。確かに。まあなんか、映んなくても。映んなくても、じゃあコメントでね、ひなみ大先生、ちょっとお願いしますよ。なんか、うん、ね、画面オフでインスタライブできるらしいんで。画面で声だけで。最後に しかも3分最後に会話したのあれか、楽屋で差し入れしてなんかあれだよね、フルーツ食べて喋ってた。
されたぐらいか。そうだっけ。そうじゃない、はい、あの時ひなみ大先生あれだよね、なんかね、なんかフルーツフルーツっつって言ってました。食べたいっつって、すげえ先輩をパシって、で僕パシにで行ってきましたからね。みんなの文化をできてくれて、現場あったんですけどね、みんな終わりで俺だけあるっていうそうなんだよ、ゆうがちゃん高かったからね。やっぱ大先生って見守る係なんだよね。あ、なるほど確かにね。じゃあ大学の、控室で黒板に落書きしてたのを載せちゃおうかな。あははは、いっちゃいいけそれ、まあ、俺はね、俺は別にね、家とは言ってないですよ、僕はね、うん、具体的にどうだったかっていうのは龍河先生がちょっとお話をちょっと。そうですね、やっぱりなんかいろんな絵を描いてくれて、大先生が、うん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 、まあすごく、あ、そのキャラクターだっていうの分かるのもあったり、うんうん、なかった、あ、俺これだあ、ああずっと何の話しとるんやって思ったらいたやんけ、そこに。いやいや。ホワイトボードの。あったよね。ああ。やっとわかった。ありましたよ、あれね。ありました。何を書いてんだろうな、つって。画面越しに打ちのめしてやろうか、ですって。ああ、ちょっと怖いコメントが。怖いな。僕は何も言ってないですからね。あ、上から、何が来てる、上から。まあ僕はもう全力で逃げますから、そういうものには、はい、また龍河先生がちょっといろいろ、僕はちょっとあの左のジャブだけ打って帰ります牽制牽制してない牽制してないマジでね、本当男衆悪い3人に囲まれてかわいそうでしたね。そう、本当にすいませんでした、あの撮影した本当にちょっといろいろ、まあそんなにね、僕はあの現場一緒になることそんななかったんですけど、ね、いやでも俺らもそうだよね、あのレイ君とひなみ大先生はほとんど一緒だったから。あ、そうか、一緒だったか。うん、ほとんど一緒だったよ。一緒だったっけ。1日ぐらい、そのひなみ大先生がいるときと、うん、レイ君がいないときっていうのがあったけど。あ、そうか、そうかそうか、ほとんど一緒だった気がする。なるほどね、そうかそうか。まあでもね、こう結構和気あいあいと彼のいる生活チームはスタッフさん含め本当にいい現場だったよね、マジで。いやもうね、なんだろう、本当どの現場もそうなんだけど、うん、なんかみんなでっていうか、みんなで作り上げてますみたいな、うん、チームワークがすごかったよ、ね、うん、僕はあのさっきからあの大先生って何ですかって、あのこれ見てる人にひなみ様も言ってるんですけど、僕はあのひなみ画伯の大先生から来てます。ひなみ大先生はひなみ画伯から来てます、ね、いやでもやっぱり僕は大先生って呼ぶのが理由あって、あ、その絵の下りあったがさっき、画伯、うんうん、まあ、その絵を描いた日、うん、何度目ましてだと思います、皆さん。何度目だっけ、あの時初めましてなんですよ初めましてだってもーろ、初めましてそう言ってたわ俺らなるほどね、あの時初めましていきなり黒板に絵描き始めたから。あ、そうだ、大先生ですよ。なるほどね、なるほど。でも翔くんはまだね、大先生って呼んでないから。あ、そうだね、ひよってんの。いや、ひよってるだろう怒られて、怒られるし怖いしって思ってるだろう。大丈夫だぞ、意外と年上の女性苦手なんですよ
お前やめろ、苦手とか言うの。お前それはやめろ、マジで。それはやめなさい、苦手とかは。苦手じゃないでしょ。苦手、なんかあれでしょ、なんか得意じゃない。その、得意、あ、得意ってわけじゃないですよ、もちろん。得意その、なんて言ったらいいんだろう、その、わかります、その、なんて言ったらいいんだろう。その大学4年間、まあ今も大学中なんですけど、高校卒業してから、まともにこう、その、人とあんま喋ってない、プラス喋っても男の子だったこともあって、なるほどね。その、女性の免疫力がすごい高校からグワーンって下がったんですよ。なるほど。だから現場、なるほどね、もう、その、レイ君とかリュウガとか、もう、よゼロ距離になるじゃないですか。あの、そう、ゼロは持ったけど。ゼロ距離は盛りすぎでしょ。めっちゃ盛りすぎじゃねえ。魅力がめちゃくちゃ、みんなあるから、うん、それに後ろでちょっと、みたいなのやるけど。もう俺らだってね、失うもんないから。もうなんか、その精神でいるわけよ、こっちは。いざさ、二人で、じゃあ、いろってなるとさ、無言になっちゃうんですよ。なるほどね。もうまあ、なんだろう、二人でいるときは、何その感じではいいかもいいけどね。さすがに無理よ。誰も拾ってくれない。さすがに誰も拾ってくれなかったら。そう、だからね、ちょっとあの、あれなんですよ。ひなちゃんが結構あれだった。僕の中では、あの、勇気の、勇気ある発言だった。なるほどね。ちゃんとね。あ、ひなちゃんっていうのがね、うん、あ、なる。もう本人が何て呼べばいいって言ったらひなだったから、はい、なるほど、感じだったっすね。ごめんなさい。ザムラアイドルから、あ、そういう意味じゃないですよ、失うものっていうのは、あの、私は別にあのいじられても全然大丈夫だっていう意味で言ってますよ、皆さん。めちゃくちゃ感じで、失うものを誤解してる方が結構いるんで、ちょっとね、そこはちょっと言ってきます。私一応アイドルですよ、皆さんね。一応アイドルですよ。こんなあの表記にやらせてもらってますけど、いつもね、はい、言われなくてもアイドルって自覚しますから。いいんじゃないですか、その時代の流れっていうのもありますし、なんかいろんなアイドルの形で、いろんなアイドルの形あると思います。いやいやいや、ないです、別に。私はアイドルですから、ちゃんとした。あ、はい、ないですかね。ないですよ、別に。何だと思ってるんですか、私のこと。無言になるな、無言に。この後そうなった時、一番困るんだから。この後時間ある？おう。ちょっと何を言ってるんですか、それは。うん、え、あの、レイ君のドラマの。うんうん、ワンシーン。ああ、アンチヒーローの、あ、この野郎、そういう言い方した。なるほどね、この野郎、ほんとに、見てくれてんだ、嬉しいけど。大変だな。ああ、見てる見てる、ちゃんと。ああ、この野郎、ちゃんと見てる。うん。ちゃんと見てるけど、ちゃんとやってんな、ちゃんと遊んでるな、俺で、おい。いや、でもやっぱ、なんか、自然だよね、レイ君って。何がですか？あの、芝居が。あ、ほんとですか？ありがとうございます。すごい、もうなんかちゃんとレイ君残しつつ、おーおおおおって言ってねえよ、そんな。お前お前もうボケちゃってるじゃねえか、その怖い回答。もうおおっつっても上の空やないかい。楽しかったよ、はい、すごく。はい、はい、皆さんね、失うものがないというのはこういうことですよ、皆さんね、理解してください。はい、ね。皆さん聞いてください。ですか、もうこれ言うか迷ったんですけど。何でしょう、また却下されました。何が、もういい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 、ここまで来たらやめてあげなさい、もう。いや、大変だね。何がですか。今でも仲良くて何よりです、大先生は。って今より仲良くて、僕たちがじゃないですか。ああ、そういうこと。ああ、なるほどね。なかなかないですよね。ドラマ終わってからも、こう、
ほんと長いずっとこうやってこう会ったりとか、うんうん、仲良くなって、うん、いくつかの現場でもこれが割とお長いかなって思いますね。大人数っていうのはどうですか。どうだ長い、うん、もうだっては1年経ちますよね。と、いや、経ちそうじゃないですか、撮影。ああ、そうだね。撮影自体からそうだね。うん、それでも、こう、ずっとこう、連絡取ってたり、会い続けたりっていうのは、なかなか。確かにね。結構、翔ちゃんと龍河ちゃんは、龍河ちゃん結構あってね、翔ちゃんとちょっと、なんつったんだろう。距離もあってね、うん、いっぱい会えてないけど、うん、本当仲良くね、させてもらってるし、長いよね。うん、長いね。結構1年経たないぐらいかな。うん、だからなんか結構僕も嬉しいですよ。で、リュウガちゃんが結構ワンエンオンリーの歌をねすごい覚えてくれてるんですよ、うん、だから2人でカラオケとかよく行くんですけど、へえ。ね、めっちゃ楽しいよ、いつも。実はこの間も行きましたね。いいな。この間ちょっとさ、仕事終わりにね、たまたまって、たまたまちょっと行きましたけど、うん、よかったね。ちょっとじゃあ龍河ちゃんマイラブ歌ってみて。ちょっと何、前の曲何歌えるか今歌ってみて。いいよ。うんうんうん。答えは知らないさ、君から見るしはさ。リフレクションを行く可能性ってね。そんなにこう、まあ別にリリースされてますけど、こう王道なとこで言うと前ら。あ、ビデオチャット行きますか。はい、というわけで結構ね、いろいろ歌ってくれるんですよ、本当に。でもやっぱうまいな。うまいですよ、リュウガちゃん。めっちゃうまいですよ。うん。ワンフレーズでもわかるもん。うん、違う人こっちゃ。歌えるんだよ。俺のパートだし、しかもね。俺のパートだし。歌えるのよ、しっかり。はい、歌えますよ、さすがに。翔くんもね、なんか歌えるって聞いたんですけど。もちろん。もちろん歌いますよ。だってライブ見に行ったんですから。もう。何歌えるかな。ライブ来たもんね。もちろん。木南大先生がカマチョしてますよ。何？おい、君ら、最近ハマってるもの紹介してる一人でずっと。何紹介しました？何を紹介してんの？最近。歯間ブラシ。歯間ブラシ。最近歯間ブラシに歯間ブラシもハマってるんだよね。は？何を言うと？ボケた。歯間ブラシにハマってると。あ、なるほど。なるほど、ね。歯磨きした後にね。ね。あ、こう。まああります。僕もたまにやりますけど。うん。何どういうことで。出た。ちょっと待って。からなんですか？歯間ブラシからの、うん、最近は四字熟語。あ、じゃあなんか言ってもらってね、座右の銘。好きな四字熟語お願いしますよ。うん、ちょっとコメントしたからにはちゃんとね、そういうの言ってもらってお願いしますよ、しっかり。うん、なんかありますか？じゃあ。2人も最近ハマってること、最近ハマってることですか。最近ハマってることいっぱいあります。私お香もハマってますからね。お香、四面楚歌。あ、なんかに追い詰められてるんですか今。四面楚歌、なんかに追い詰められてるみたいですね。四面楚歌、四面楚歌ってどういう意味だ、うん、意味は知らないけどね。あ、なるほど。意味を知らないことを知らない、あ、言っちゃってるわけだ。かっこいいからちょっと言ってみたみたいな。なるほどね。まずいですね、非常にね。はい、ちょっとこれ以上触れるとね、危なそうなんで。
香なんておしゃれなもの求めてません、こちらは。やかましい。え、お香ってあれ部屋で炊くやつ？そう、無印でね、売ってるんですけど。あれさ、めっちゃ服とかに匂いつかない？いや、いいんですよ、マジで。あ、それがいい、うん、あれね、結構なんだろう、香りがね、いっぱいあるんですよ。金木犀とか、ジャスミン。あ、なるほど。めっちゃ、いい。おしゃれですね、うん、なんか、うん。まあ、家に、お家にキャンドルあるけどねーだ。キャンドルはやらないの。やる？キャンドル。にやらん。やらん。キャンドルってあれ何？匂いするの？匂いがあるの？ローに。わかんない。俺やらないから。わからん。なんだ？うん。二人やんないの？そういうの。なんかその、なんつったっけ？ディフューザーアロマとか。僕これ。え、すぐ出るやん。何それ？あー！この。あれだ。こう。こうひっくり返す。あ、赤ワインのやつ。あ、そうそう、そんなようなやつ。え、全く一緒なんだけど、俺も。そうそう、これ、部屋にね、もう何年も置いてる。全く。全く一緒だよ、俺。うん、ちゃんと詰め替えひっくり返す。赤でしょ。赤。全く一緒。そう、これさ、ひっくり返すとさ、匂いすぐさ、もわーって広がるじゃん。一緒なんだがって来てるよ、うん、ま、マジみんな一緒やん。俺だけ違うこと。一緒？やばこれ。マジ？なんて書いてある？おい、ガチやん。マジで。なんなん？マーク一緒？これじゃない？え、この、V？買うけど、これ何それ？何？ワイン？いや、フレグランザ・ダ・コレジオン。あ、違かった。うん、やっぱこういうとこですよね。だって俺だけね、なんか仲間外れなのね、多いんですよ。なんかちょいちょい。でも、違かった。もいいけど、違かったか。似てるね、でもに。そう、赤ワインのやつ、これ。なんか俺はね、なんて言ってんのブドウっぽい赤ワインか、それ。流行ってるもんね、だって。流行ってるんですか？どうなんだろう。え、何がですか？これ？うん。それは知らない。レイ君だけ仲間外れてめっちゃいいよ。レイ君、レイちゃん、ぼっちじゃないよって。ぼっちって言ってないです、別に。たまたま話題が合わなかったっていうだけの話ですよ。じゃあ、翔君と、あれか、ひなみだい先生のお家の部屋の匂い一緒ってこと？なるほどね。だってことらしい。感慨深いですね。うん。感慨深いですね。うん、この、うん、ちょっと困るな、リアクションで、ちょっと、うん。なるほどね。ここのブランドなんかいい匂いだなんて書いてあったね、さっきね。そう、でもこれね、いろんな種類があって、うん。なんかね、いろんな、もっとなんか、爽やかな匂いもあったりするから、おすすめですよ。私、ひっくり返してです。匂い広がるから、うん、でもなんかサイズめっちゃ大きいから結構持ちそうだね、それ。めっちゃいいですよ、もうずっとある。いいね。振りかぶってるぐらいあるからね。なんかあの皆さんすいません、なんかジェネレーションギャップだかって言っていっぱいコメント来てますけど、そういうことじゃないと思いますからね、別にね。お香はね、あの3分で終わるからね。あ、そういう言い方しないで。でもいい香り、いい香りだから。うん、そうだね、いい香りする、うん、おしゃれだよ、ね、煙が。お香ってでもめっちゃ眠りが良くなるみたいな話を聞いたことがあるから。そうですよ、うん、リラックス、リラックス効果ですよ、うん、思いますよ。まして、このディフューザーだけ見せたいくらい初めて出会ったんだが、汗汗。あらあら、あ、女の人にってことね。まあまあまあ、でもやっぱこう、僕のね、ファンの子は分かってくれますから、やっぱ。まあ僕とね、やっぱこう、ずっと長いこと会話してるのもあって、やっぱ理解してくれてる。トークン最近何ハマってんの？最近か。うん、あの、ビリヤードかな、やっぱり。あ、まあ、まあ、ずっと。もうずっとだね、もう毎週行ってるから。
あ、ちょっとお手洗いはあちらの方。トイレじゃねえよ、お茶だっつってもういい、もうここにいるといじめられるから俺帰りますね、ごめんって、許すって、ずっといじめられる。やっぱり俺にはね、ファミリーしかいねえんだよ。マイスワーク。あれ、まあ、そのもうね、インスタライブはダメ。もういじめられるから俺、基本的に、うん、終始いじめられてた。でも、あと2回か、インスタライブ。これのは7、まあそうね、5、ん？ 2 回か、うん、そうだよ、そうだよ、本当に早っ。はい、もう来週もうちゃんとありますから、あの最後はね、4人でやっていきましょうね。そうだね、最後ぐらいはバシッとね、はい、終わりましょう、最後はバシッと。はい、ということで春菜はそろそろ出ます。無理、無理じゃない、え、無理なんて言ってない、ういって言った。あ、ういって言ったの。そうだよ、恥ずかしいやつや、それ。お手洗いそうやってそこでしちゃうから。だからお手洗いじゃねえ、お茶だっつってお茶だっつって、うん、何お茶だっつって言って。じゃあ僕はもうキラリで、あのスタッフのみんなに癒されてくるので、またね。何それ、あるんだよそういうのが。またな、そうだね、マイラブ、バイバイ、バイバー、ありがとう、ありがとうございます。うちこ、もう確かに俺あんま変わってない。どうやって下げるの、行こうか、よし。まあでも6話終わって、もう次7話か、早いな。7話今日始まって、もう明日じゃねえや、来週で最後ですよ。どうですか、終わっちゃいますよ。どこ、原作を見てる方だったら、うん、どこで、どこまで行くんだろうっていう気持ちがあるのかな。ああ、確かに、まあ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 、流れ的にはまあそこちょっと終わりけども、でも終わり方はすごい綺麗だしね、うん、なんだけど、原作知ってる方からしたらどこでだろうな。まあ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 、あれですよ、なんだっけ、その前に僕たちに、うん、会えるイベントがあるじゃないですか。そうですね、今月末、今月末、うん、フリー君はファンクラブ配信を始めたらしいわ。ファンクラブ配信始めたね、それを LINE してきてんの今。コメントに出てた。あ、コメントに来た。そうですよ、5月30日でしたっけ、ん、 6月じゃん、あれ、違う、あれ、ん、あれどっちだっけ、6月じゃなかった、あれ5月、違う、あの7話と8話を同時に先行上映する日あるじゃん。ある、6月じゃない、6月だったらもう8話放送されちゃって。そっか、あれ5月30ってあれ、あ、に、明日はえ、明日じゃない、5月30か、そう、5月30だよ。5月30が龍河のイベントか。違う、俺のイベントは6月。あ ?5 月末、あ ?6 月末。が、龍河イベント。5月末が、あ、それか。7、8話を見る会、イベントか。そう。これ
あ、そう、告知したっけ。あ、そうそう、27。そう、27に当たった人は、来れると。なんだっけ。100人とかだったよね、確か。おぉ。それすごいな。100人とかで、僕聞きましたけど、うん、かなりの応募数があるみたいですよ。やべえ、やべえ、やべえ、しゃべれん、しゃべれん。しゃべれん、しゃべれん。だから、当たるか当たらないかわからないですよ。じゃあ、30日って木曜日なの？今日何日？今日が4。ん？じゃあ、今日23。3？ 3。4、5、6、7。あ、30よ。8、9、30だ。木曜日に3、あ、じゃあちょっと早く見れるのか、8番。え、待って、じゃあ5月3、やべ、大学。あ、なるほど、なるほど。お、そう、やばいぞ、こいつ。この人やばいです。運営さん。お、なるほど、なるほど、なるほど。そういうことか。ふむふむふむ。何時からとかって聞いてる？まだわかんないもんな。ざっくりやんね、確か。だから、イベント後に、なんやかんやあって、ですよ。まあ、大丈夫ですよ。絶対に。絶対に大丈夫です。おい将来だよ、俺。30日は一応、折った方がええでって。絶対、あ、あの日かあれ、あれ、木曜やったっけ？そう。木曜だった。あれ、木曜か。なんか日に。まあ、だったら大丈夫ですよ。その、OK 出したってことは、OK ってことだから。そう、OK って言ってたから。僕が把握してないだけだな。うん。まあ、大丈夫。そうか、あれ明日は別に何もないよね。その何もないよね、明日は別にないな。うん、そのないよね。うん、オッケーオッケー。明日は何もないな。何もないね。うん、うん、大丈夫。明日大丈夫、大丈夫、大丈夫。別にその皆さんにこうなんかあれやな、関係するようなことは何もないはずだよな、明日は。うん、特にね。うん、そうよね。あ、しゃしゃしゃ。明日は普通にあの宮田先生のやつが 見れるっていうね。9時から。そうだよ。あ、俺それめっちゃだよね。俺書いたんだよ、その今日のやつ。今日の今日言っても情報をね、はい、メモったからね。しつかり。しつかり。しつかりね、僕のこのいつも使ってるノートでメモりましたから。お、ちょっとくださいよ。明日24日21時より宮田徹先生と B ボーイズ編集部がインスタライブをコラボでやるみたいなので、それも質感しっかりね。そう、7話をね視聴しながらトークするみたいなので、楽しみにしててください。はい。ちょっとドキドキで、生の声というか。そうです。生の先生の声です。先生の声なので。俺もちょっと見よっか。見るか。見ようぜ。うん、いや待って、明日の。うん、ちゃんと見れるよ。大丈夫、大丈夫。だからなんかその TVer で見るらしいので、皆さんもね、インスタライブ開きながら。TVer で視聴しつつ、一緒に宮田先生と B-Boys の皆さん、編集部の皆さんと一緒に楽しんでいただけたらなと思います。はい、そしてそのさっきね、日付を間違えそうになって5月30日の先行上映イベント情報を少しお話ししたいかなと思います。はい、お願いします。ですね、7話と8話をね見るんですけども、7話と8話の間に僕と翔くんのトークタイムがあると。これ緊張MC とかあるんですか？わかりません。これこれ台本とかあるんですかね？
わかりません。これ台本なかったらですよ、もう。ぐちゃぐちゃになる気がする。まあなんか、なんとかなる。なんかまあファンミーティングみたいな感じですよね、多分。そうですね。もう全然多分。あの、あれ ?7 話と8話の間で、それがある。そう、トークがある。あ、じゃあ7話の感想とかを、その場で見て、その場で話せるってことか。その場で話せるね。じゃあ話せる。じゃあ話せるわ。うん。うん、あそこ、めっちゃおもろかった。ね。うん。皆さん、びっくりしたと思いますけど、MC いますし、つかり。そう。いました。MC がですね、なんと、森大地。すごいなぁ。やばぁ。同じバイト先のやつ、すごい出世してるよ。イベントまで出てきたぞ。レイ君でもひなちゃんでもなく、ひなみ大先生でもなく、森大地。大地くんですか。大地くんと会うのマジで、いつぶり。なぜか森大地が来るそうなので、はい。そこも別に楽しみにしていてください。大地くんは、もう誰とでも、なんかレイ君みたいな感じで、本当に誰とでもなくよね。そう。だから、多分、すごくま、綺麗、うまく回してくださると思うから、頼りと。大地いないのかな。まあ、いたら、ちょっと話して、なんかね、参加してほしかったけど。まあ、いないということで。そしてですね、あの、皆さんに、情報がありましてですね。はい。あの、イベント、あの、100人限定じゃないですか。うん。で、本当に行きたくても行けない。いけなかった、当たんなかったっていう方に朗報なんですけど、はい、7話と8話の間にあるトークの部分、こちらですね、配信があります。配信、はい。なのでトークの部分はですね、現地に来れなかったよって方々も配信で僕たちのトークが聞けると、見れるということで、なんということでしょう。これはもう、運営さんに、皆さん、感謝の言葉をね、便通3枚で書いて送ってあげてください。その配信って何で配信するんですか？ですね、詳細はですね、ドラマの公式アカウントから、随時出るみたいなので、ああ、よ、うん。ぜひじゃあチェック、必ず、はい、必ず随時チェックしていただいて、アーカイブに残すかはまだ未定らしいので、もう、このイベント時間、トークの時間が分かったら、もうその時間に皆さん待機していただいて、必ず配信を見ていただけると嬉しいです。うん。で、今日が24、20、23かまだ。うん。23で、そのイベントがですね、26日の日曜日までの応募受付になってますので、全力で。うん。はい。はい。応募してください。公式さんがトークの内容次第でアーカイブに残るかわからないみたいな。書いちゃったね。なるほど、なるほど。まあまあまあ、内容。レイ君がいないから大丈夫っすよ。レイ君いないか。まあ確かに MC 次第ですね。そうですね。すべては MC 次第ということで。はい。まあ、楽しみ。ボタンすげえ楽しみ。来週はね、確定でショーにも会えるし。来週？ああ。そうだね。うん。まあ、明日は分かんないですけど。あれなんかあれだね。なんか、先のことがポンポン入ってるとごちゃごちゃしちゃうな。いや、分かるよ。ね。なんか似たような、そう、似たような、ね、
そうだね、感じだとね。続くと、なるよね。はい。はい。ということで、そろそろ1時間になりますので、はい、第7話は、見どころは、はい、見どころは、ちょっとあれですね。不安が出てき始めるんじゃないでしょうか。そうですね。6話の和人の回想シーンが終わりの、僕が目を覚ましての何の話をするのかという、はい、ところから始まりの、彼のいる生活だったのが彼のいない生活になっていってしまうのではないかという不穏な空気が漂っていますけども、くん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 、ごめんなさい。まあそこはお楽しみにしといてください。はい、来週お泊まりするの？だってそんなの分かんないよね。来週って木曜日30じゃない。うん、うん、うん、どうやろうな。うん、分からんな。ああれ30の次って1日？多分。本当に木曜日か？ん？ん？ちょっとなんかちょっとごちゃごちゃしてんな。またちょっと、うん、分かり次第だな。カレンダー見ないと分かんない。あれ？いや、あれ？予定が？ん？まあまあ、あれ？まあまあまあ。まあ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 。だからまあまあ、ね、まあ話せる機会があると思いますので。はい。じゃあ、皆さん、今日も配信見ていただいてありがとうございました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ僕たちはお風呂入りましょう。はい。コンタクトある。お疲れ。第7話お楽しみにですよ。楽しみに。25時5分からありますので、皆さん見てください。リアタイできない方は配信サイトでぜひご覧ください。ぜひ。バイバイ。バイバイ。というかもうバイバイ。バイバイ。よし。